どうもクロスロードラボです。今回はですねハイラックスのニュースなんですけど、一部改良、今回で2度目の一部改良のニュースが入ってきました。今回はねかなりいいです。基本的にはセーフティー機能の向上なんですけど、まず一つ目にプリクラッシュセーフティーの検知機能が向上とのことです。内容はですね、夜間の歩行者と昼間の自転車運転に対応とのことですね。暗くても結構、対応するように検知機能が向上したっていうことですね。であとはですね、レーンディパーチャーアラート、あの車線はみ出さないようにするやつですね。それがですね、逸脱制御も行う要アシスト機能を搭載したとのことです。これはねかなりいいと思います。あの今までは車線逸脱したらブザーでね警告してくれるだけだったんですけど、今回は逸脱制御も行ってくれるとのことですね。であとはですね、レーダークルーズコントロール、一定のですね車間距離を保ちながら追従走行できる、レーダークルーズコントロール、かっこブレーキ制御付き、これがですね追加されたということです。これねかなり欲しいです。あれしかないんですよ。一定の車速を、保持する機能しかついてないんですね、もともとは。なんですけど、追従走行できる機能もつくということで、これは欲しかったですね。羨ましい。はい、次、道路標識をディスプレイに表示して見逃し防止をサポートするロードサインアシストもつきます。はい、これはね、使ったことないから何とも言えないんですけど、今のトヨタ車ならねついてる車乗ってる方いらっしゃると思うんですけど、どうなんですかね、いいのか悪いのか分かりません。前方の車の発進を知らせる先行車発進告知機能、これはねいい、これも欲しい。あのあれですよね、信号待ちとかでね、前の車がこう行っちゃって自分気づいてなくてボケーっとしてて気づいてなくてプーって後ろから鳴らされることって車乗ってる方ならね、少なからずあると思うんですけど、それを防止する機能ですね。何かブザーかなんかでアラームかなんかで教えてくれるんだと思うんですけど、前の車が行ったらね、これはねボケっとしててもいいですよね、教えてくれるから、はい、信号待ちで携帯いじってる人とかね、あの前の車行ったことに気づいてないでプーって鳴らされる人結構いるじゃないですか。あれを防止してくれますね。ここまでがセーフティー機能の向上、今回の、一部改良内容ですね。で、一番これ目玉なんじゃないかなっていうところで、全車共通で、リアデフロックがつきます。これはね嬉しい方かなりいるんじゃないですかね。2年前のね発売時期の時にも、セーフティー機能いらないからリアデフロックが欲しかったって、 X にもね、 X グレードにも欲しかったっていう人が結構いたので、書き込みとか見てると、これはね X を買う理由にも結構なるんじゃないかなと思います。はい、結構値段何十万か違うのでね。で前回のね、一部改良はそんなにこう惹かれなかったんですけど、今回はねすごい羨ましいなと思います。はい、やっぱりね今回、さらに快適にっていう内容な感じがするので、個人的にはね今からでもねその機能つけれないのかなってちょっと思っちゃうぐらいいいなと思います。そういうセーフティー機能全くいらないっていう人はねいいと思うんですけど、一度使っちゃうと結構ね個人的には、いいなと思ってます。特にね自動ブレーキなんてあんまりね使うことって、作動することってあんまりないと思いますけど、やっぱりなんかついてたらいざねこう命を救われるみたいなことがあるかもしれないじゃないですか。だからあるに越したことはないのかなと個人的には思います。で基本的には値段はどれも変わらず、X が332万1000円、Z が375万6240円、Z ブラックラディエディション、これまだ作ってますよ、頼めます、396万1440円、どれも税込み価格です。で皆さんどうですかね、結構周りハイラックス見るようになってきましたかね。僕の住んでる町ではね結構知り合いもちょこちょこ買ってる方がいらっしゃったりとか、あと結構ね、道路走ってるのを見たりとかします。で中古車屋さんにもねちらほら並ぶようになってきましたし、結構ね多いんじゃないかなと思って、
去年の8月で1年になるんですけど、1年間でね7000台っていうことですね、販売台数は。これね、多いのか少ないのか分かんないですが、こういう車にしては結構多い方なんじゃないかなと思います。だから今は7000台以上多分売れてると思いますけど、結構ね、売れてるので、このままねモデルチェンジもしていってほしいなとこの先思うんですけど、まあ今回こう、まあ、僕が狩猟をやってるから、この車を買ったんで、まあ、今の車ね乗り潰してもまたこう新しいモデルのハイラックスを乗りたいなと個人的には思うので、このままね日本国内で販売していってほしいなと思うんですけど、まあ乗っててね、気になるところといったらですね、あれです、突き上げですね。やっぱりねちょっとした道路の段差で結構こんなになるんですよね。結構それがね辛いなと思いますけど、まあ個人的にはもう慣れてるんですけど、あまりね助手席の方とか後ろに乗ってる方はやっぱりね結構きついみたいです。僕の知り合いでもね買って家族がねあんまり乗ってくれなくなっちゃったとかね聞きますんで、まあ理解のある家族の方だったら大丈夫だと思いますが、割とこう車酔いしやすい人とかね、助手席とか後部座席だと結構きついんじゃないかなと思います。どうですかね乗ってる方々、ご家族いらっしゃる方。あとはですね燃費はねいいです。僕の場合だと街乗りで11キロを下回ることはあんまりないですね。で、まあ、あそこにディスプレイに出てる平均燃費で見てるんですけど、あとは遠乗りだとね13キロぐらい行きます。はい、基本的には足回り全くいじってなくて、タイヤも、標準のサイズで、だいたい夏ですね、冬じゃなくて夏タイヤで、それぐらいな感じですね。はい、でちなみに、まあ、ずっとね基本的にはエコモード入れてます。あと結構ね書き込みで見るのはマニュアル出ないのかなって、未だにマニュアルはねニュースがないですね。ですこのままね売れ続けていったら出る可能性ももちろんあるんだと思いますけど、僕は個人的に今ついてるねあのシフトチェンジできるマニュアル機能で十分結構ね役に立ってますね。結構北海道はあの路面凍結したり圧雪だったりするんですけど、滑るじゃないですか。滑った時にね結構エンジンブレーキって使うんですよ、シフトダウンしててね、それがねかなり役に立ってます。やっぱり慣れるとねすぐカン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 とこう、ギアを変えれるので、まあ物理的に変わってないと思いますけど、エンジンブレーキがしっかりかかるのでね、かなりねそれに役立ってますね。こういう北海道だとねエンジンブレーキで命を救われるなんてことは結構ね個人的には昔あったので、なるべく使うようにしてるんですけど、滑ってる時にエンジンブレーキだとしっかり止まるみたいなことが結構あるので役に立ってます。はい、まあ、僕のは一番最初に注文したハイラックスの初期型、日本国内で復活した最初の、ハイラックスの Z なんですけど、このままね、まあ、どんどんこう一部改良だったりマイナーチェンジされていったりすると思うので、個人的には、ね、指をくわえて羨ましがって見ています。はいまあ、そんな感じで今日は終わりたいと思うんですが、またね新しいニュースあったら、それと、レビューですね、何か新しいもの買った時は紹介していきたいと思うので、ぜひ、Twitter のフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。それではクロスロードラボでした。バイバイ。